嘘つきノックの皆様。お嫌なノック来たな。人つき悪い。いやー、まあ、確かに。それで、僕、嘘つきの動画しか上げてないです。全部嘘つき関連の。受け可能能力値も全部嘘ついてそうなんですけど。それが、この発言が嘘ってことですね。紛らわしい、紛らわしい。紛らわしい。難しいな、今日は。はい。さあ、そんな嘘つきの皆様にはですね、はい、ブラフというね、人気のゲームをやっていただきます。シンプルだ。はい。自分正直だから向いてねえかもな、これそれが嘘つき、なんかなんかざっくり言うと、はい、みんなね、この超反爆心に使うようなオケを持っとるんですけども、はい、サイコロが5個入って、イエイ、サイコロ5個をみんなで振って、はい、で、サイコロの出目の数を予想していくゲームなんですが、はい、まあ、ルールがちょっとややこしいんで、続きはやりながら、やりながら、そう、ね、我々は実はもう理解してるのでね、はいはいはい、オッケーです。じゃあ、親決めますか。親で、親はね、親っていう一番最初にいくつあるか予想する人、はいはいはい、は一番若い人になるらしい。なので、じゃあ俺18だから俺か。最近20歳になっちゃったから。若いな。稼い稼い。俺は全員30超えてるわ。32の俺が一番若いぜ。いくぜ。恐ろしい。一番若くて32で、ダイスバラしなくていいのか。まずこっちですね。はい、まずは全員振ります。行きましょう。せーの、やるよ。はい。で、やる前に、実はこのサイコロですね、1から5の目とそれ以外には星があると、みんなそう思うんです。はいはいはい、はい、それでシャンとやります、はい、で、自分だけ見れるというルールですね。はい、はい、OK です。理解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 、いくつあるか、うん、で、はいはい、この中で僕は1から5の数字ですよね。そうです。をまず考えるんですけど、まあ俺のこのハーデウダ的には3かな。で、うん、3がここから1から20まであると、うん、で、うん、何個この中にあるか、うん、宣言できると。じゃあ3が2個あるよ。おい、ふざけんなマジ。ふざけんなマジ。あるわそれは。3がふざけんなよマジ。時計回りにどんどん前進していかないといけないと。そう、ムツーがここでレイズ、この数字を上げていくのか、うん、いや3もっとあるよとかやるか、うん、もしくは3、2個もないよっていう言うか。ちなみに皆さん、これはできる星マークも宣言した数字になるんで、はいはい、この満面に星と3が2個、星と3が2個なわけあるかマジで。いやでもトリッピーが3が2個って言ったから、トリッピーは結構3を持ってると私は予想する。いや、うん、この個数だったら持ってなくても言えるから。言える。そうなの。いや、ちょっとさすがに進めよう。はい、とりあえず2個は少なすぎるから、はい、じゃあ1、4個にしますわ。あ、1、4個ね。はい、1、4個。ここでもう盤面に1と星が4個なかったら、チャレンジすれば勝つよ。まあ勝つよ、勝つけど。それか、これ行かないといけないから、右側。いや、そうね。数を。矢印をね、進めていく。どんどんね、時計回りにやって、最終的に20になるわけ、ね。今1が4個この場にあるだろうと予想しました。1が4個。ワンチャンあるからね。うん。ワンチャンすぎる。まだ全然ある。1は4個あります。はいはい、はい。まあ4個以上あるから、はいはい、超えてはいない。なので私は、うん、ダウトとは言わないです。はいはいはい、あるだろうと。レイズします。おう、まあこっから、まあ、1が4個ではなくて1が5個だよとか1が6個だよって進めるのもいいけど、うんうん、まあ今回ねちょっと趣向を凝らして、お、自分のを見てる、自分のを見て、ここから5を4個。おー、うん、そうね、ダイスの目を進めるだけは可能なんですね。なるほどね、はい、大きく、うん、大きいんで、出目にするちっちゃくすることはできないんだよね、はい、うんうん、はい、うんうん、なるほどね。まあ、どう皆さん5、4個。はい、いや、まあでも悩んでるのは振りに来たな。4個ぐらいあるやろな。お気に入ってるなこれ。これね、で、はい、で矢印を、まあこれでどうしよっかな。で、5が一番でけえ目だから、うん、まあ先に進めるしかないんで、うんうん、これね、星が3つ以上あります。おい、数基本はなんか黄色はどんどん上がってるのに、なんでオレンジは下がるんですか。星が3つだ。星の場合は、あの星そのものがいくつあるのかっていう話。はい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 、ダブルマイティカードだったら、まあ当然少なくなるよね。確かに全体にある数はね、6分の1。了解です。6分の1しか出ないからね。まあ星3つはね、正直6分の1、6分の1だから、
出るない可能性の方が高い、確率的には。ただいや20分の6だろ、あ、じゃあ20か6ではあるんだろ、そう、20かける6分の1だから期待値ぐらいよ、まあ期待値ぐらいだけど、そう、出ない可能性もあると、まあ、なんだけど、ここでフルニキがこの宣言をするってことは、うん、フルニキは星は確実に、あー確かに1個あるね、1個ある、うん、それ確かに、うん、あと確率は20分ので考えるんじゃなくて、僕15分ので考えてるんで、あーおーい、自分が見てる、自分が見てる、星持ってないってことだよ、そういうのが怖いんだけどってなるけど、なるけどね、ここからは僕はじゃあ1個右にずらします、多分ね、はい、3個は出てる、それでも、うんうん、なのでじゃあ4を8あおいそうお前プレッシャーかけてきたな急に来た お前プレッシャーかけてきたな、はい、これは僕4、8個チャレンジするときはこれより上に行かないといけないんで、ここでチャレンジって言ったら、はい、7とか6だったら俺は失敗だけど、はい、うんうん、まあ8以上9とかでも大丈夫なんですよね、僕は。まあ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 、うん、まあだからフルネキが星を、まあ俺の予想は何個か持ってる、で多分スラさん持ってないですよ、 5宣言してたから、うんうん、でも僕はこんなに4がある、か4いっぱい持ってるってことか、こんなに4がある、48は結構攻めてるよ、いやーこいつ動画受け狙うからな、どうしようかそこだよな、多分私もフルコンさんも4を持ってる素振り見せてなかったから、いやフルニキは星あるよ、星ないとおかしいよ、これはね、そう、星がある、星予想だよ、あ、星予想か、うん、これね、5箱は4にもなるからレイズね5箱、ね、5箱ね、58か、あーうまい、スナさんが5でね持ってるからこのレイズはうまいで、俺も星持ってるからそう、みんな予想だとね、はい、で、こう言い出したら5多そうだもんね、スナさん捕まえました、むちゅさんやばはい、これは、勝負します、はい、おチックだっけ、チャレンジ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 、お、じゃあみんな開きましょう、なんでまあちょっと開く前に復習として、5が8個は超えている、つまり5は7個以下です、うん、この場にあるのは、うん、はいはいはい、そう私は予想しました、5と星ですね、これは8個以上あるって言ってるわけですね、はい、せーの、じゃあ、うん、星ねえよ、まず星出します、星出します、うん、5、3つ、5もあります、5、3つ、え、1、2、3、4、5、6、7、8、よーし俺ピタリ賞、すごいピタリ賞、マジかピタリ賞の時だけ特殊なんですよ、スラさんがあります、あのね、迷惑なチャレンジ、全員ね、サイコロが出目が、まあライフなんですけど、うんうん、本来だったら失敗したスラさんが、うん、その差額分ね、サイコロを減らすんですけど、はい、ピッタリ賞の時だけは無痛災害の全員が1個減らす、よっしゃまあ今回の勝負だと私は5が7個以下だと思ったので、うんうん、まあ負けです、8個あるから、はい、8個だからね、うん、もし7個だったらどうなんですか、7個だったら私の勝ちなんで、無痛さんが差額が1個減るすのか、ああ7個、そうだね、7個しかなかったら俺が1個減らすってことね、でも10個とかもし仮にあったらスナさんの方が、スナさんだけがバーストっすよ、そう、私の1人負けになるわ、うん、しかも 10-8 で2個減らすっていうゲームですね、間違った数の差額だけライフを失います、やられてるね、今回は正直者なんすわ、一人一つ失います、はい、僕だけ失わない、そう、打つ以外失うので、スナさんも1個ピタリ賞だったライフ差し出してください、差し出します、あーちょっと、あれ、ね、ライフが、ライフ、サイコロを、あ、僕1個差し出しましたよ、差し出して、よいしょ、あ、じゃあ私、あ、すいません、ここにありました、おおおなんだ、おいおいおい、ボロボロ出てくるんじゃねえか、すいません、間違えました、はい、なんで、なんで、僕だけ失われない、ここだ、はい、なので、私は4個がライフになりました、はいはい、僕だけ5個あります、悔しい、勝ったらうずさん親、あ、俺が親か、ダイスの数は4、ダイスの数は合計17個です、まあ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 、なるほど、まあ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 、なるほどね、かかってこいや、星が3つ、ほー、ほー、そんなかけ方すんの、いきなり、ほー、ヒリヒリしようぜ、やべえな、あのね、ムツーさんが結構勝負仕掛けて私が結構熱くなるからそんなわけないって言っちゃう、今この並び順な気がしてきたけど一回冷静になろう、一回ね、一回冷静になって、ね、まあここは星たくさん持ってるんですよ、星3って言ったってことは、うん、じゃあ、まあレイズします、はい、次に進めて2を6、2、6、うん、
今まるで私が2をたくさん持ってるみたいですね。今この場には17個のサイコロがあるから、うん、6個って結構よ。結構結構よ。3分の1しか出ないものが6個、うんうんうん、つまり私は、ね、結構キワいよ。つまり私は2をたくさん持ってるんです。あ、そういうことだよね、うん、これね、ムツーさん、はい、あなた星をたくさん持っているようですね。あ、そこの、ね、いやでもね、え、星4はちょっと星4個あります。おお、マジ？これはこの次8よ。うん。これレイズできないから、ここのマスって。待って、進めるかチャレンジしかないからね。そう。俺じゃん、これチャレンジしかない。星4も出る？いやでもね、確かに。いやでもね、これね、前のターンにフルニキってさ、あんまなかったのに星でレイズしてたよな。星持ってないのに星レイズしたんだよ、この人。だからね、覚えてないよく。いや、ムツーさんは星、さすがに星3だから、うん、まあ1個はあるはず。うん。いや、だから2とか、いや、ムツーさんもフルニキもあるって予想しよう。あ、まずね。星5。はい、行くね。チャレンジだー。嘘でしょ。普通チャレンジ。まだ行けよ。さあ開けます。星、私はゼロですね。星1個ポン。あ、嘘。 あと2個ある。あと2個ポン。お前これやべえよ。そんなバカだね。お誕生日メガネじゃん。こんなん、お誕生日メガネが2個もある。俺殺すべきじゃん。ざけんなよ。絶対星で宣言したかった。ざけんなマジ。星7個あるんで、7個あるんで5で宣言してください。2個、2個は正確に。マジか。さあライフ2個減ります。いやでも2個で済んでよかったな。逆にコロがだいぶ少なくなってきた。すげーな、今の。それはやばすぎ。もうウキウキしてた。さあ行くぞ。はいはい、せーの、はいはい。さあサイコロの合計は15個かな。はいはいはい。いや、偏ってる方が強いんだよな。なるほど。これ次トリッピーかな。あ、そうだね、俺勝ったから俺からいきます。はい、俺は、これは5 5個か。2 5か。あ、2、5、3、5は3個、はい、5、3でいける。うん、はいはい、5、3、星2。あ、なんかみんなチャパリ出した。いやでもね、数少なくなってるから。そう、数減ってる。15だけなんですよね。15だから、ね、じゃあレイズして1が4つ。1、4つ。もうこの辺から怪しい。まあまあまあ、うん、トリッピー、俺も5がたくさんあると思うよ。5が4つ。5が4つ。さあ、5が4つはね。いや、ここら5、4、15個でしょ、サイコロ。5が5個。お、え、何その、みんな5を持ってるよ宣言。5、5番タイ。ただそれがブラフの可能性があるんだよね。トムヤムくん死ぬのか俺。死ぬか俺。いやでも星3つはあり。実際チャレンジ。おお、チャレンジ3つあるわけない。あるわけない。まずじゃあ俺いいっすか。はいよ、はい、ないんすよ。あ、これは結構アドだと思ってるんですよね。まあでも、じゃあまあ俺最後にしようかな。じゃあ私、実は私もね、ないんで。あ、あるぞ。ただね、古川さんとベイピーはありそうな感じだったけど、古川5、4宣言したからね。一個だけ。あ、来た。1個だけ。つまり差額3もあるので。差額2かな。2かな。3か2。2かな。あ、そうそうそう。2後ろでかいよこれ。ほら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 。残りがほらほら。トリッピーは2だね。サイコロですね。いかよ。5、4の時にレイズ、やっとけよかったな。チャレンジで。あ、そうだ。5が4でもうすでにバーストしてたのか。チャレンジで。でも俺は手持ちに5が2枚あったから。なるほどね。無理だった。いや、スマホなかったの熱いな。せーの、はい。残りライフは4432かな。4432ですね。12か。はい、ここに残ってる数かな多分。あ、そうや。7個減ってるから13だ。はい。あ、そうか、そういうことか。そうそう。あ、ここにも、そう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 、ここにもいて、そしたら、5が3つ。
いやいやこれ上げられないからね、3つのところで3つのところで上げられない。いやいやもうこれチャレンジ案件でしょ。いやいやこれチャレンジ案件。いやいやうずさん何のサイコロ。うずが反応する。これ3つ。いやいやサイコロ3つで5が3つも出てるわけがない。あれねトリッピー、私ね5をたくさん持ってるんですよ。おぉ、つまり、あれもう嘘チャレンジしたくないから5持ってるって言ってる。あのねフルリギ刺してあげてくれ。これ5が4つです。フルリギ刺せる刺せる。バカかこいつ。人を動かして5をたくさん持ってます。持ってないだろ、刺せ。今12台刺すしかないよ。見て見て私は結構回すな俺に。素直だったよ。いやこれファンブルしてない。バカバカバカ。あげるしかないよね、5以上はないからね。だから5になるか。あのね、嘘つきドッグの活動忘れたんすか。スナさん5持ってないのに5でレーズするんですよこいつ。私は結構素直にチャプチャプする序盤は。俺ね3年の歴史が3が5個あります。うわ、マジ？これはいける。あのね、フルリギ最後の何個っすか？うん？ 4 つあるよ。4423だよね。私、口は、うん、私はこの場を制圧できるだけの数を持ってます。考えてくださいよ。5でレイズ、5でレイズ、うん、3があると思いですか？ここ2つ。そして僕、なんと30です。フルリギ、あ、これは先にチャレンジしようかな。チャレンジ何あるわけない。じゃあ、俺とスノさん行く？俺最後かけるか。3一個。三星がだからまあ3が1個。やばい。はい、だからあと2個な。あと3つ。あと3つ。あ, つあるか？あない。1個減らした。1個減らした。危なかった。危ない。ギリギリだ。でもナイスだね。ナイスナイスナイスチャレンジ。ナイスチャレンジ。いいチャレンジですね。いい読みだったわ。もう後半ここなんだな。そう。もうこんだけしかない。はい、行きます。はい。ダイスの数12個です。鳥かな、はい、俺からかな。成功だ。なるほど。はい、じゃあここは俺はね6です。6が2個。 6？ あ、5ね。あ、ごめんなさい、5です。5が2個、はい、5、2個。あー、うん、おー、5、2個ね。5、2個。まあ1個進めるか。5、3個。うん、おー、あれね、これはもう強気ですね、私は。え？これはまず先に進めて、回転1を4つ。1を4つ。1を4つ。うーん、3、4。私は1を何個サイコロ持ってるんでしたっけ。私4つで1をたくさん持ってます。信じてみんな。砂溜めは1をたくさん持ってます。これでもまあ、あ、だからフルニキ聞いてください。だから1を4つで。フルニキ聞いてください。ここ2個しかないんですよ。ムズさんも2個っすよ。3個。3個か。で、俺らは5、5でレイズですよ。5、5ね。あ、5、5で1、4つ。4個しかサイコロ。4個サイコロで全部、全部1これ。ちなみに。さっき全部星やられてるんだよな、こいつ。5。5が、5が5個。いや、まあ確かに。5、5番。俺が、やばい。そう、俺が持ってる数字で、レイズされたらきついんだよな。落としに行く。俺ちなみに3、2個なんすよ。おー、レイズ。チャレンジ。クリニキー。やばい。俺、5持ってるどうでした？5のレイズは、ムラムラよー。ドン。あ、1個ある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 。1も5も持ってないよ。これは、くそー。残機に失う。残機を2失うので、やば。私の残機残り1。やば。どうかもし。いいですね。ブラフなブラフしてるって。砂さんの一番危なげない。4つだから一番ライブを持ってますね。でもチャレンジしときゃよかったね。そうなんだ。1なかったっすね。あ、確かに1なかった。危ねえ。ワンアウトもあるんだから。偏ってくるな。ゼロもあるよ全然。俺からか。はいはい、はい、残りダイスは合計10個です。10個はだいぶもうひりついてきたな。おっ、10個か。10個。星に。星にチャレンジしてよ。来いよ。星にはないないない。来いよ。ブツ10でしょ。ちなみにこれ星2個しかなかって失敗したら自動的に1でフルに死んじゃう。これ持ってなかったらすごいわ。いやでも星にぴったりがあるんだよね結構。そう、ぴったりありますよ。いやこれ相当キワい。相当キワいし、トリガーもきつい。俺は2個しか振ってないから。で、星にいやですよ。でもだからこれチャレンジしていいですよ。ない可能性の方が高いですから。何個だサイコロ。1個。4個。あ、でも4個あるんだ。4個あるんだ。4個ありかもしれない。4個あるから、まあ言っても推しあるか。あ、ちなみにあれね、星ないよ。あ、星ないよ。私は星ない。え、鳥星ある？いや、あるよ、そりゃ。いつか星2だよ、これ。
俺にも聞けよ。嘘じゃねえんだよな。4つ出してんだよな、さ、星。俺にも聞けよ。え、あります、あります。俺星だよ。めっちゃあるやん。残り1個星だよ。じゃあバーストしてるじゃん。じゃあ、2、いやいや、1、0。俺3だから大丈夫。多い分には大丈夫。だからここまでいける。あ、そうかそうか。ここまでいける。じゃあもうレースでいいじゃん。うちさん。でもそうなるとね。そうなるとよ、星2個あるんだよね。うん、フルコーさん1個あって、うん、何でもいけるようになっちゃう、逆に、うん、私ないよ、1、4つ。おー、あー、そういうレース欲しかったね。なるほどね。俺が砂さんを殺さなきゃいけないんだよな。砂さんのダイスを削る。いやでも言うてもね、1、4つももう結構ボーダーになってくるあたりだと思う。全体10だもんね、だってね、キバいよな。うん、でも星使えるから。確かに俺が星2あって星1あったらもう3はね大丈夫なんだよ、ね、いやそう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 、そうだったらね。私ね、ああ4をたくさん持ってるんですよ。出た出た。だから4を4つにかつ1個進める。4を5つ。クルネキキワダナこれ。ブラフ王子です。ちゃんとそうですよ、クルネキチャレンジ。たまにはチャレンジしないといけない、強気にいけ。でも1個やぞ。ブラ王子じゃあチャレンジタイム。あ、41個ある。4なんです僕。え、星じゃないじゃん。うん、まあ僕、まあ僕も星。あ、でもなぜなぜなぜない、ない。私は3つあります。ピタリ賞。つまり、つまり、ありがとうウルコンさん。つまり、やばさめ以外1個失います。そうですね。うわー、星かよ。4はたくさん持ってたんです。うわまずいまずい、この偏りえぐいわ。で、これ脱落式だから、まあ最後の1人まで決めましょう。ウルコンさんの動画なのに。いいのかよこれ。このダイスロール、このダイスロール、このダイスロール。これ誰からこれ。誰からだっけ。勝った人だから、スナさんから。あ、じゃあ私からか。はい。じゃあ、チラッと見て。はいはいはい。さあ、残りダイス7個です。ね。7個。まあまあまあ。星2。はい、チャレンジ。はやっ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 。7でライフを2個押した。あ、すごい、早い、何だろう。はい、チャレンジ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 。急に互角の方になった。はい、チャレンジ。ちょっとじゃあ、すごいよ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。はい、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 見ます。はい、私、はい、勝った方からですね。1、1個チャンパ、チャンパすぎる、チャンパりすぎる。2、2個2、2個。いや、出た、出た、2個。うん、でもそんなだけ、もう3も上げにくいんだろ。2、2、1でしょ、うん、5個しかないんでしょ。5個しかない。あ、熱くなっちゃったね。星に。はい、チャレンジ。ほんま、ない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 。あー、すまない。あ、やばい、熱くなってる、完全に。でも、これ1万ある、1万ある。え、星1個ぐらい持ってんじゃないの。いやいや、言うて6分の1ですもんね。そうですよ。すなさん、残り出した4個。やべえ、なるほど、勝ち。一気に。はい、トリッピー。いける。有利だよな、これ。有利すぎるよ。でもこれね、俺ね、ここ行きますわ。1、1個。いや、そうだろ。なんかすげえとこ行くかのように言ったけど。2、2個。はい。お、もう怪しいからな。もう怪しいっす。でも2個持ってんだよ。さっきからレースしてる。俺2個あるから。2、1、チャレンジ精神が待ってます。チャレンジ、チャレンジっすか。言わない。次絶対チャレンジ来るよ。いやいやいや、まあまあ、でもここで2で違う出目上げるのもいいっすね。自分の出目上げるだけで確率上がりますから。なるほどね。いや、難しいですねこれはね、だいぶ。いや、まあでもでも、まあでも、とりあえず確率、ああ、確率きつい。ちゃっちゃっちゃっ、危ない。ちゃっ、ちなみにサイコロは1個で、むずさが2個、4つしかない。だから2個が2個ありますかって、あ、2の出目が2個ありますかって。むつ絶対2は出てる。だってこれ3分の2で星出さないといけない。チャレンジでも全然いいと思いますよ。あ、これね、星持ってますわ、この考え方。星持ってますわ。あ、すごい。くそ、さあ、ちょっと悩む、ね、いや、これ難しいな。あー、ちょっと待って、ごめん、マジで悩んじゃってる。悩んじゃってるけど、2、4個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 ある、2、4個ある、全2。あれねー、全2か星。
全員2が欲しい。じゃあ2の4まで進めるから。これは、運命の、ちょ、あ、ごめん、マジで、なんでこんな気がついてきたの、なんだよ運命のなんだよ気についた、え、2が2って言ったのは、むつるさんだよね。そうだよ、俺は1が1個って言った。1、1。最後の1個しかないですから。うん、そうだよね。これちょっと、きついなぁ。この人、目の前の人がすげえチャレンジするけど、うん。むつるさんは2を持ってないチャレンジ。あ、俺も来る。お来た、はい、チャレンジ、あ、えらい、あるくわ、もう、あーだからちょっとね、辛い盤面だったこれぴったりしそうじゃない、あー、3つおった、3つあるから、だから、バスバスだ、あ、私がバスだどの道行った、お母さんだけ落ちるお前が星なんかい、俺が星でしたいや、だったら2、3に進めとけばよかった、2、3に進める、じゃあでもね、2、3無理、俺が1っぽい、俺が1っぽいから、せっかくやから最後までやるぞ、やるぞ、3、ダイス3つ、残りダイス、俺かむずさんがやったかな、はいはい、オッケー、うわ、むずさんのやり方でお願いします、星1個、星、おお、星1個、星1個、これきついね、星は、あ、だ、出目の数が分からんのつらいけど、もうじゃあ俺これするしかない、2が2個、うん、つまり2だろで、星が1個あると、チャレンジ、いや、うん、うん、え、星ないの、星じゃないの、え、あ終わったし、あー、なーい、ない、足りないよ、なんで2ないのに2でレースしたの、決めブラーン、今のはマジでうまい、今のうまい、めっちゃうまい、俺今勝ったかと思ったけどその気づいたら体が引き下がるのよ、あれ最後うまい、まだそういうゲームですからね、そういうゲーム、はい、いや最後おもろ、無痛は詐欺師です、これおもろいな、おもろいな、間違った、ありがとうございました、もうね。